未だリハビリの途上にある投手大谷は、ドジャースの悲願であるワールドシリーズ制覇のキーマンになるかもしれない。現地メディアでは電撃的な復帰の可能性がしきりに論じられています。昨年9月に右肘側副靭帯にメスを入れた大谷翔平選手は、今シーズンは打者に専任、投手としては去る8月31日現地時間にようやく捕手を座らせてのブルペン投球を始めたばかり。それも10球のみと、実戦復帰に向けた第一歩という感は否めません。しかし今シーズン中の投手復帰に関しては現地で小さくない話題となっているのです。ドジャースの地元紙ロサンゼルスタイムスのコラムニストであるビル・プラシュケ氏は、大谷は競争力のあるピッチングをする準備ができているはずだとして、ポストシーズン中に中継ぎとして起用する仰天プランを提唱しました。しかし長期的な視点で見れば復帰は来年以降が妥当でしょう。実際海外メディアではプラシュケ氏の中継ぎとしての投手復帰論に否定的な見方は強まっています。カナダのスポーツ専門ラジオ局の番組ブレア&ベイカーのホストを務めるジェフ・ブレア氏はこう断言しています。会見で大谷が投手として今季中に復帰する可能性を問われたデーブ・ロバーツ監督は、直接的に馬鹿げたアイデアだとは言わなかったが、そう感じたのは明らかだ。シーズン中にブルペンを支えてきた投手たちに対して大谷を中継ぎで起用するという決断は敬意を欠く行為とも受け取られる可能性だってある。だってまるで君らの努力を無視する、大谷を頼ると言っているようなものだ。大谷の影響力は計り知れない。だが他の選手たちの士気や信頼関係も同じぐらいに重要なんだと断じています。現地時間9月14日には先発の大黒柱となっていたタイラー・グラスノーが右肘の故障により今季絶望となりました。ドジャース投手陣は故障者が続出している危機的な状況ではあります。とはいえ大怪我からの回復途上にある大谷を頼るというのはやはりナンセンスな話と言えそうです。しかしそれでも大谷翔平選手の投手としての復活は可能かについてデータ分析に基づく見解をお伝えいたします。大谷翔平の投手としての実績と強み。大谷翔平選手が投手として MLB で残した実績は非常に優れたものでした。特に2021年と2022年には彼の投球内容が評価されMVP の投票でも上位に入るなど、二刀流の可能性を最大限に引き出しました。主要な投手成績、2021年23試合に登板し 130.1 イニングを投げて防御率 3.18、 奪三振率 10.8、 9イニング当たり被打率2割7厘とリーグを代表するエース級の成績を記録。2022年、防御率 2.33、奪三振率 11.9、 被打率2割3厘とさらなる成長を見せ、リーグトップクラスの投手に成長しました。彼の主な武器は100マイルを超える速球と多彩な変化球、スプリッター、スライダー、カーブです。特にスプリッターは大谷の代名詞的な球種であり、打者にとって非常に手強い武器となっています。この球種は2021年に投げた際の空振り率が 50% 近くにも達しており、 MLB トップクラスの威力を持っていました。怪我の影響とリハビリの進捗。ただし投手としての大谷選手の未来には怪我のリスクが常につきまといます。彼は2018年にもトミー・ジョン手術、靭帯再建手術を受けており、2023年シーズン中に再び肘の靭帯に問題が生じました。彼のように圧倒的な速球と多彩な変化球を駆使する投手にとって肘の健康状態は致命的な影響を及ぼす可能性が高いです。2023年シーズンの途中で肘に再発した靭帯損傷について、医師によると今回の怪我は2020年に受けたトミー・ジョン手術の再建靭帯とは異なる部分に発生したものですが、靭帯損傷は過去の手術による影響が蓄積された結果とも考えられます。ただし2023年シーズン中に手術を回避し打者としてプレーを継続したことから、完全なリハビリを経ていない状態での投手復帰は難しいと言われています。リハビリプログラムの進行状況。大谷選手の代理人やチームのメディカルスタッフによると、靭帯損傷の治療に関しては手術が検討されており、手術後のリハビリには最低でも12から18ヶ月が必要です。このため早くても2024年後半、
または2025年シーズンまで投手としての完全復活は難しいかもしれません。投手復帰の可能性を支えるデータと要素、それでは現実的にいつの日にか大谷翔平選手が再び投手として戻る可能性はあるのでしょうか。いくつかのデータや事例をもとにその可能性を検証します。トミー・ジョン手術後の復帰成功率。トミー・ジョン手術を受けた投手の復帰成功率は約 80% と言われています。特に近年では手術技術やリハビリプログラムの向上により投手が以前よりも高いレベルで復帰できるケースが増えています。例えばヤンキースのルイス・セベリーノやナショナルズのスティーブン・ストラスバーグなどは手術後にエース級のパフォーマンスを再現しています。大谷選手の身体的なフィジカル能力と適応力。大谷選手は身長193cm、体重 95kg の恵まれた体格を持ち、リカバリー能力にも定評があります。彼のフィジカル的な強さは怪我からの回復においても重要な要素です。またこれまでの二刀流生活で得た経験やスキルの適応力も投手としての復活を後押しする可能性があります。球種の進化と投球スタイルの柔軟性。大谷選手が持つ球種の多彩さは肘への負担を減らす助けとなる可能性があります。速球に頼らずスライダーやスプリッターを中心としたピッチングスタイルにシフトすれば投手寿命を伸ばすことも考えられます。特に MLB では近年球速よりも制球力や投球術が重要視される傾向にあります。大谷選手もこのトレンドに適応する形で投球スタイルを進化させることが期待されます。ドジャースでの役割と今後の展望。もし大谷選手が復帰できる場合、ドジャースはどのように彼を起用するでしょうか。ドジャースは豊富な先発投手陣を抱えており、すぐにローテーションに戻る必要はないかもしれません。大谷選手は当初リリーフ投手やオープナーとして起用され、徐々に負担を減らしながら調整する可能性もあります。ドジャースの投手起用方針。ドジャースは過去に怪我明けの選手を柔軟に起用してきた実績があります。例えばクレイトン・カーショーやダスティン・メイなどの復帰プログラムは無理なく段階的に進められました。大谷選手に対しても同様のアプローチが取られる可能性があります。結論。データや事例をもとにした分析から大谷選手が投手として復活する可能性は十分にあります。しかし2024年シーズンの完全復活は難しく、段階的な復帰が予想されます。彼の身体能力や適応力、手術後の成功率を考慮すれば2025年以降に再び投手としてトップパフォーマンスを見せる可能性は高いと言えるでしょう。ドジャースでの投手起用は慎重に進められ、無理のない形で復帰が図られることでしょう。大谷翔平選手の今後の進展に注目しつつ、彼の復活が新たな MLB の伝説を生み出す瞬間となることを期待したいと思います。これでこの動画は終わりです。この動画がなかなか良いと思われたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。